まあ、DV のね、女性に寄り添ってき、て感じたこととかね、教えていただけたらなって出会う人たちっていうのはね、なんていうのかしら、ものすごい暴力を振るわれてても、まあ、私も悪いところあったからみたいなねことを言ってるような人が結構多くて、離婚を決意してきてるような人でもやっぱり私が我慢するしないといけないじゃないかって、そうじゃないとやっぱり子供の教育費とかね、習い事とかどうしようかなっていうふうに悩みながら来てて、新たな生活を送りなさいってこう私も自信を持って言えればいいんだけど、やっぱりなかなかこう今の社会だと生活水準下がっちゃうわけじゃない、そこら辺を決断させなきゃいけないって辛いけど、私ができることはまずはこうどういうことがあったのか聞く。でも大抵の人たちはひどい暴力を受けたんですってよりは、大したことないんですけどね、こんなことぐらいでっていうような形でカッターで刺されたぐらいですよとかね、包丁とかは持ち出されたことありませんとか、そういう言い方をしたりするじゃない。大したことないんですけどって言いながら言ってくれることをね、こうちゃんと受け止めるっていうのかしら。でそれにその人は何の力もないからやっぱり無理ですよねなんて言ってる人には、あこういう手続きがあるから、そういう養育費とかもこれぐらいは水準としてはあるのでとかいうお話しして、生活水準下がっちゃうとしても今よりは子どもも安心するかもしれないよ。凍りついたような顔をしてた人たちがだんだんこうね手続きを進んでいって解決するとすごくこう明るくなるっていうかしら、ね、事件も解決した時とかも本当にたくましくなってるというか、サバサバしてだから、それすごいやりがいがあるっていう。